レッツゴースペアボールのように空中で回転するバスケットトス。人が2層にも3層にも重なるピラミッド。アクロバティックな大技を次々と繰り出すのは男子だけのチアリーディングチーム、名古屋スパイダーズ。南山大学の学生を中心に複数の大学の有志が集まって10年前に結成されたこのチーム、今までさまざまなイベントに花を添えてきました。この地方ではアイドル的存在としてファンもいるほどですが、彼らにはある悩みが。やっぱり普段はやっぱりエンターテインメントとしてやってるんですけど、そういう基礎的なところからしっかりしていきたいなと思います。スポーツ選手として一流になるように、そのチアをすごい競技者として最強になりたいんで。競技者として認められたい、その思いから男子チアの日本一を決める大会、キングオブチアリーダーズへの挑戦を決めました。日本一目指して頑張るぞ。過去にもこの大会に出場したことがあるスパイダーズ。前回はスタンツと呼ばれる組体操の技がことごとく失敗し、最下位に終わりました。その後はコロナ禍で出場できず、4年ぶりにリベンジをかけチャレンジします。ライバルは男子チアの草分け、アニメや映画のモデルにもなるなど何かと話題豊富な早稲田大学ショッカーズ。絶対王者のショッカーズに勝つにはミスは許されません。スパイダーズの見せ場はこちら、3人のピラミッド状に2人の選手が飛び乗る、その名もトスアップ223。難易度はマックス。でも優勝するには欠かせない技です。曲に合わせて何度もトライしますが、どうしても右側のピラミッドが安定しません。飛ぶときにこのみんなで息を合わせてやらないといけないと思うんですけど、そこが合わなくて。右ピラミッドのメンバーだけ居残りで練習します。そして大会当日。早稲田大学ショッカーズ、明治大学アンカーズ。大会に参加するのは5チーム。スパイダーズ以外は東京の大学のチームばかりの完全にアウェーな状態です。慣れた様子でウォーミングアップをする東京の選手たちを見て、名古屋勢はちょっと圧倒されています。負けた、まさか。気持ち、俺たちも声を出してしっかり全員で3番目です。頑張っていきましょう。はい、ステージではショッカーズの演技が始まります。観客を巻き込んでの圧巻の演技、王者の風格を見せつけました。続いてスパイダーズの登場です。最初のスタンツは成功、いい滑り出しです。笑顔や掛け声で観客を楽しませることができるかというのも競技のポイント。いよいよラスト、一番の大技トスアップ223、成功なるか。男子チア日本一を争うキングオブチアリーダーズ、名古屋スパイダーズはここまで大技をいくつも決めて順調に演技を続けます。いよいよラスト、練習でもなかなか成功しなかったトスアップ223です。よしよしよし、
とふらつきはありましたが、なんとか成功。本番に強いところを見せました。持てる力をすべて出し切った選手たち。大会の結果は、第3位は名古屋スパイダーズ、第2位は早稲田大学ショッカーズ、第1位はショッカーズオールドスターズ。ライバルのショッカーズには負けてしまいましたが、明治や都立大などのチームには勝って見事第3位。ショッカーズに勝てなかったってところがあるので、やっぱりそこは悔しいです。今度こそ優勝したいと思います。